昨日国内で新たに確認された新型コロナウイルスの感染者は1万3394人で、29日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。このうち東京で新たに確認されたのは10歳未満から90代の1546人です。先週の日曜日から38人減って、30日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。直近7日間の感染者数の平均は1614人で、前の週の 79.4% になり、重症者は前の日と同じ4人でした。亡くなった人の発表はありませんでした。 ANN のまとめによりますと、昨日の国内の感染者はこのほか大阪1151人、沖縄1126人など、合わせて13394人で、29日連続で前の週の同じ曜日を下回りました。死者は大阪3人、埼玉3人など合わせて9人でした。